続いては秋田市の子育てに関する耳寄りな情報をお伝えする椎名ちゃんママ応援ナビのコーナーです。今日は子育てナビゲーターについてご紹介します。ゲストは秋田市利用者支援相談員子育てナビゲーターの川上雅子さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。川上さん、今手元に持っていらっしゃるのが、うん、子育てナビゲーターのマーク。そうですね、ママと、お子さんとで差し伸べる私たちの手、コナビの手みたいなところで、コナビさん、コナビのマークとして、美術大学の学生さんに作っていただいたというものです。すごく取り組みがどういったものなのかっていうのを、マークからも伝わってきますね。さあ、ではこの利用者支援相談員、通称子育てナビゲーターの取り組みについて改めてどういった方々なのか教えてください。子育てナビゲーターはコナビの愛称で親しまれており、保育士や教員の資格を持ち、子育て支援員の専門研修を修了したスタッフです。妊婦さんや就学前のお子さんがいるご家庭の皆さんと気軽におしゃべりをしながら、子育ての悩みやちょっとした疑問などについて相談者に寄り添いながらご相談に応じます。コナビは普段はアルベ5階にある子育て交流室におります。秋田駅から直結していますので、雨に濡れずに歩いてきていただけます。子育て交流室にはプレールームという遊び場もあり、そこで子どもさんを遊ばせながらご相談を伺うこともできます。また子育て交流室で行われるイベントに参加した後に、一人一人のご相談にも応じております。壁面には秋田市の子育て情報やイベント情報も掲示されています。気軽に子育てに関する悩みを相談できるということなんですが、具体的にはどういった相談が多いですか？一番多く受けるのはお子さんを通わせようかなという施設の相談です。施設の入所の申し込みはどうしたらいいのかなとか、あと自宅や職場近くの保育所や幼稚園を教えてほしい、幼稚園、保育所、認定こども園は何がどう違うのなどの教育、保育施設などについての相談ですので、私たちコナビからは保育園、幼稚園、認定こども園の施設の違いをご説明したり、居住地区やあと通勤経路上の保育施設を中心に秋田市の地図を一緒に見ながら提案しております。そこまでしてくれるんですね。ママたちも一人目の時って本当に何にも分かんないじゃないですか。違いとか、そういったのを説明してもらえるんですね。ユミさんは利用したことありますか？私もその制度の違い、申し込みの方法っていうのを、アルベで相談させてもらいました。私もこう秋田市に引っ越してくるときに、家探しに来た段階で、5階に伺って、でほんとたまたまそのプレイルームで子供を遊ばせるっていう目的で行ったんですけども、その時にコナビの方が川上さんがなんといらっしゃって、その時にで、その壁にある地図とか、その保育所がね掲載されているこの地図を使って、まだ家決まってないんですっていうところから、こっちに住むと、駅の西側に住むとこういった保育園とかこういう公園とかスーパーがあって、東に住むとこういうのがありますよとか教えてもらって、なんだろう、こう家探しの相談まで住宅会社のね。でも子育てと暮らしセットですからね。本当に助かりました。でね、子供2人いるので一緒に入れるところありますかねとか、今この何歳と何歳が空いてるのはここだねみたいなことまで、いや本当に心強いんですよね。ありがとうございます。で他にもいろんな相談があるみたいですね。はい、他にも短期のアルバイトや美容室に行っている間、子どもをちょっと預かってくれるところありますかという一時預かり保育の問い合わせや、秋田市子育てサポートクーポン券の利用の仕方や、また秋田市の転入してきたので秋田市の子育てサービスについて知りたいといった相談もあります。その他、子育てに関することはちょっと気になることでもお気軽にご相談ください。私たちがお答えできないことは担当の窓口をご案内したり、情報をお伝えしたり、各ご家庭の困りごとを一緒に考えていきたいと思っておりますので、お気軽にお問い合わせください。なるほど。この相談はちょっとコナビの方々には違うのかなとか悩まずに、一度何でも相談してみると、その担当者につないでいただける、ということなんですね。さあ、ではこちらお問い合わせの方法についても教えてください。お問い合わせの方法については、子育て相談支援課アルベ5階の、
子育て交流室の窓口や遊び場のほか、電話やメールでも相談できます。面接相談をご希望の場合は、事前にお電話でご予約いただければ、アルベ併設の立体駐車場の1時間サービス券をお出しします。事前のご予約で確実に相談ができます。はい。そしてここアルベ5階のその子育て交流室以外の場所でも相談を受け付けているということなので、そちらも教えてください。はい、秋田市役所2階の子ども育成課や市内7カ所の市民サービスセンター子育て交流広場などへ定期的に巡回していますので、お近くの窓口や子育て交流広場でも相談ができます。巡回相談の日程については月に1回広報秋田でお知らせいたします。8月の巡回は中央市民サービスセンターには8月13日火曜日、南部市民サービスセンターへは8月21日水曜日、本手秋田6階の子ども広場へは8月28日水曜日に伺います。時間はいずれも10時から正午ごろまでです。それぞれのパパママの、ね、利用しやすい場所とか時間で、ね、相談できるんですよ ね、 ですね。ここアルベ5階でしたらそれこ そ、ね、そのプレイルームで遊ばせながら相談できるので、こうお話子供を連れて行っても、ね、集中できるのですごくありがたいですよ。さあでは最後にテレビをご覧の皆さんにメッセージお願いします。はい、私たちコナビは秋田で子育てされている方を応援しています。どんな小さなことでもお気軽にお声掛けください。今帰省中されている子育て中の方も遊び場などのご相談などがあればお問い合わせください。ありがとうございます。ありがとうございます。今日のゲストは秋田市利用者支援相談員子育てナビゲーターの川上雅子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。